こんにちは、TCB 特別要員の安本拓海です。今回は、脇我の原因とセルフチェック、またその対策についてお話したいと思います。これから暖かくなるにつれて気になってくるのが、脇の汗、脇の匂いではないでしょうか。ひょっとすると、その脇の汗じみ、匂い、脇我が原因かもしれません。脇我とは、液中症とも呼ばれ、脇から特有の匂いを発する状態のことです。皆さん、自分が脇我かどうかってわかりますか？意外と自分では気づかなくて、周りの人に指摘されて初めて気づく方も多いでしょう。なので、今日は自分が脇我かどうか、セルフチェックする方法も解説していきたいと思います。まず、脇我の原因についてです。人の汗腺には、レックリン腺と副輪腺の2つがあり、レックリン腺はサラサラとした無色水溶の汗を出し、副輪腺はネバネバした汗を出します。どちらも分泌直後は無臭ですが、常在菌によってアポクリン腺から分泌された汗に含まれる有機物が分解されると特有の臭気を発生します。これが脇我の匂いの原因です。アポクリン腺は全ての人にあるのですが、脇我の人はそうでない方に比べてアポクリン腺が発達しており、皮膚の常在菌の量も多いと言われています。アポクリン腺は脇以外にも耳やまつげ、乳輪、外陰部などにも分布しており、乳輪や外陰部の匂いの原因となることもあります。続いて、脇我のセルフチェックについてです。脇の匂いは気になるけれど、この匂いが脇我なのかどうか自分ではわからない方は、次に挙げる5項目をチェックしてみてください。1、耳垢が湿っている。2、脇汗が牙う。3、脇毛が多い。4、脇汗が多い。5、キンキン者に脇我の方がいる。いかがでしょうか？これだけだと割と当てはまる方が多いと思いますが、それぞれの項目について詳しくお話していきますね。まず、1の耳垢が湿っていることについてです。先ほどアポクリン腺は耳にも分布しているとお話ししましたが、脇我の方はアポクリン腺が発達しており、耳垢が湿っています。そして、単に湿っているというわけではなく、ボロッとした茶色い耳垢であることが多いと言われています。次に、2の脇汗の黄ばみについてです。脇我の方は黄土色みたいな濃いシミになりますので、よく注意してみてください。3の脇毛が多い、4の脇汗が多いについてはそのままですが、脇我の方は毛が多く、また股関節症を併発することが知られています。5の近親者に脇我の方がいるについてですが、脇我の遺伝様式は有性遺伝なので、両親のうちどちらかが脇我であれば子供も脇我である可能性が高くなります。ということで、自分の脇の匂いが気になっていて、5つのチェック項目が結構当てはまる方は、脇我である可能性が高いと思います。では、脇我の匂いをどうしたら抑えられるかという対策についてお話ししたいと思います。脇我の匂いは、脇の常在菌が作り出している匂いなので、脇の清潔を保つというのがかなり重要になってきます。蒸れにくい服装を選ぶ、汗をかいたら着替える、シャワーでよく脇を洗うなどは基本で、殺菌成分を含んだ制汗剤やデオドラントを使う。脇を定期的に啓蒙したり、レーザー脱毛を行うことによって、汚れや汗が溜まりにくくするのも良いでしょう。これらの生活習慣の改善でも、脇の匂いが気になるという場合は、汗の量を抑える軟膏や注射を行うことで、脇我の匂いを改善することは可能です。これらの対策を講じたにもかかわらず、効果が不十分な場合は、美容外科などで根本的な治療を受けることをお勧めします。脇我の原因はアポクリン腺ですから、アポクリン腺を物理的に除去する洗浄法やシェービング法、マイクロ波でアポクリン腺を破壊する方法などがあり、脇我は根本的に治すことが可能なので、脇我で悩んでいる方は、ぜひ受診してみてください。いかがだったでしょうか？今回は脇我の原因とセルフチェック、またその対策についてのお話でした。参考になったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますので、よろしくお願いします。また動画に対する質問、感想をコメント欄でお待ちしております。Twitter、Instagram をやっておりますので、ぜひ見てくださいね。バイバイ。実際、洗浄法で見てみると、粒々が見えますね。粒々？そう、アポクリン腺の
粒々がこう発達するのがわかるんです。実際やってることはグロテスクなんだけど、意外と痛みはないですね。患者さんにとってはそんなには大変じゃないんじゃないかと思いますが、圧迫期間とか固定期間があるので、術後がむしろ大変かもしれない。丸さん、脇毛の量が多い。脇毛の量が多い。脇毛の量が多い。笑っちゃってみるなこれ。